日本沖縄県名護市、加谷吉見比は、沖縄県内、沖縄本島の北部東海岸に位置する名護市、久し支所管内の町名。郵便番号は905-2262。南は太平洋に臨み、東、北、西は標高80メートル内外の丘陵地帯である。キラ川とその支流である複数の川が流れ、豊かな自然に囲まれている。 カーキラ地区海岸海塚跡のガジュマルの木カーキラ。海塚はカーキラ川の河口に形成された砂丘に位置している。集落内での主な採集は海塚時代後期の時、グスク時代の時、ルイス駅、中国製の政治などである。ここは正面の南側に太平洋を眺めることができる。その反対側はこの砂丘の後輩湿地だったと考えられている。現在、 この場所は水田に利用されている。カーキラゲン遺跡は、上場のある丘陵の西側平地に立地する。現在は、砂糖キビ畑として利用されている。また、畑の土は、カーキラ層のつぶてが混ざる土である。この遺跡では、土器や沖縄製陶器などが採集される。カーキラ層の終極化要層は、沖縄本島東海岸のウルマ市から、名護市にかけて分布する。 死神予の地層で、天人や川川口から番先にかけての海岸では、大規模な路頭が見られる。海底地滑りにより形成されたタービー台と沈み込むプレートの力によって形成された、大規模な集局や逆断層など、地層の様々な体積構造が存在する。左岩層の堆積作用を示す、様々な構造を、堆積した、深海底の環境を示すナマコン化石。 さらにプレートの沈み込みにより孵化した堆積物から形成された日本列島の成り立ちを示す様々な現象が保存されており極めて重要であるため2012年9月19日に国指定天然記念物に指定されたカーキラの上城の廃所ウェグスクは聖火宿泊費から300メートル北へ向かうと左手に位置する標高約70メートルの丘陵地の頂上には うたがある。上、グスクからは、カーキラー集落が俯瞰でき、山頂には、殿と呼ばれる広場に上グスクの廃所と水の神の廃所が鎮座されており、特に神聖な場所として、人々に認識され木々の伐採も禁止されていた。パチカミジナディ10月東京で開催されたオリンピックの聖火の宿泊地である。同年8月に、ギリシャのオリンピアで、聖火式が開催され、 聖火は各国をリレー形式で縦断した後、9月に沖縄に繋がれた。8日には、久しのカーキラで聖火が宿泊した。本土と分断されていた時代、聖火リレーは人々の注目を集めた。1963年4月カーキラ賞、中学校 PTA 総会において、中村民夫から聖火がカーキラに宿泊するのを機会に、PTA の記念事業として、 聖火宿泊費や五輪の池などを作ったらどうかとの提案が出され、会員の賛同を得て混流が決定した。以降、この石踏みを起点に、カーキラ聖火宿泊記念マラソンが毎年行われている。聖火宿泊費から国道331号線を挟んで向かい側に位置する。1965年、聖火宿泊の考えを綴った。 宮城俊夫の死を刻んだ石踏みが混流された。カーキラビーチ、那覇空港から沖縄自動車道経由で90分の場所にある沖縄県名護市の海岸。手つかずの砂浜やどこまでも続く海岸線、透き通った青い海が広がっている。そのため、テレビ番組の撮影にも利用されることがある。広くて人の少ない浜なので比較的使いやすく。 旅行中の休憩場所としても利用できる。また、火曜区はペンションや民宿の多い地域であり、それらの高層階から見る、カアキラビーチの景色は評判が高い。沖縄本島北部の東海岸に位置している。海岸線は、安倍先から天人や晩先までなだらかな曲線を描いている。大潮の干潮時には、 それぞれの先をほぼまっすぐに結ぶ幅40から50メートルのリーフが姿を現す。那覇空港から県道231号線に向かい、足峰から国道331号へと進入。沖縄自動車道ギノザインターチェンジまで進み、ギノザインターチェンジを国道329号方面に向かって進む。その後、ギノザ料金所を進み、右折して、二見バイパス。 国道331号に入る。そのまま国道331号を進み、1 1トル先を左折、2 0ルを左折すると、かよ区事務所へ到着。ありがとうございます。